さあ今回も始まりました本音ラジオ。さあ4月、第2週となりまして、はいはい、だいぶね、新年度の方も、ちょっと皆さん学生とか社会人の方も、スタートしていると思うんですけれども、はい、本音ラジオもですね、4月からはですね、いろいろ、あ、3月からですけれども、いろいろ、番組内容も少しずつ変えておりまして、すでに常に、ね、進化しているという流れで、はい、毎回お送りしているんですけれども、はいはい、今回はですね、ゲストの方もお招きして、またいろいろ新しくいろんなお話をしていきたいなと思っております。はい、ではまずですね、私たちパーソナリティからのご紹介をさせていただきます。はい、私、メインパーソナリティの天が、MC 三井子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、はい、そしてですね、今年度も皆様に音楽の楽しさを届けに参りたい、沖縄と世界を結ぶエンターテイナーことさっちゃんです。よろしくお願いします。そしてはい、売り上げを上げるロックンロールバンド、ザ・電撃パンクゾンビーズ、ゴヤです。よろしくお願いします。で、今日は、はい、ゲストがいましてですね、はいはい、遠路はるばる名古屋の方から、来ていただきました、はい、坪井秀樹さんです。はい、こんにちは。名古屋からやってきました、トスボーイスタジオの代表取締役無職というですね、立場で、今活躍をさせていただいております、坪井と申します。はい、ですね、はるばる名古屋から来たんですよ。はいはいはい、久しぶりに、ついさっきですね、はい、飛行機に乗って那覇空港に着いたんですけども、その足でここを来させていただいて、ゴヤッチから何も聞いてなくて今ここにいきなり来てるというですね。でせっかく沖縄に来たのにですね、あいにくの雨 でその理由はね、分かるんです。なるほど、ゴヤッチが迎えに来たからっていう、ただそんだけのことだっていうですね。珍しいとこなんですね。いや、晴れ男なんだ。じゃあ俺じゃない。あ、本当、じゃあ本当に、じゃあ午後に沖縄に到着して、はい、ついさっき本当に、すごいさ、メンソーレです。ありがとうございます。メンソーレ、メンソーレでございますけど、はい、天気がね、ちょっとあいにくって、確かにそうなんですけどね、今回沖縄は。そうなんですよ。あ、まあでも皆さん一緒に楽しく、雨でもね、風でも、はい、負けずという言葉があるように、はいはい、皆さんで、はい、本音ラジオを楽しんでもらえたら嬉しいですね。はい、やっていきましょう。はい、はい、ということでございまして、はい、今回はまず先に告知の方から、はい、はい、告知、OK、ちょっと待ってください。そうですね、じゃあ、BGM 今大きくなりました。あ、なってますね。ちょっと下げますね。はい、しますよ。ですね、イベント、はい、とりあえず明日がですね、4月10日、はい、1時からカデナアリーナでですね、坪井さんと自分、まあ、自分主催の、はい、イベントがありまして、はい、まあ、テーマが独自の価値の見つけ方と、あと坪井さんと自分のザ・デ・ゲンキ・パンク・ゾンビーズの対談で、まあ、公開処刑という公開処刑そうです、ちょっとプロレスのリングを借りまして。舞台がですか？その、そうです、そうです。会場がってことですか？会場がカデナアリーナの、はいはいはい、プロレスリングを、プロレスリングを借りまして、トーク バトルっていうと、なんか、まあまあ、対決しないといけないんです、すっげえ怖いんですけど、バイキングポーズみたいな、そう、めっちゃ怖いこれでも珍しいですよね、すごいセミナー的なものでプロレスリングっていうのは、う、なかなか聞いたことないと思う。確かに、うん、まず僕はそこに反応したんですけど、なるほど、っていうかですね、はい、そのテーマも会場もですね、ゴヤッチからついさっき聞いたというですね沖縄に来るだけ来いという依頼だけ入ってですね、はい、なんと、ゴヤッチさんしっかりして、はい、なんかあれなんでしょう、あれですよね、この本音ラジオさんでは、あれですね、ゴヤッチがですね、現代の若者たちに対する熱いメッセージを、はい、送ってるっていう、先駆者ですよ。あ、そういう番組なんですね。はい、これ日本の未来がむちゃくちゃになりますよ。選択肢の一つとして捉えていただければ、みんなこっち来いっていうことじゃないよ。なるほどね。そうそうそう。ああ、なるほどね。そうそうそう。はい、こういうのも、うん、あるよっていう。どんなんだよそれ。大丈夫ですか？対戦が少し今、はい、数面から始まったように見えますけど。仲いいんですか本当に？いや、仲がいいっていうかね。止まった。二人とも今。でも大先輩だから、自分が、そう、指定関係なんですね。指定関係？そうでもないんだ。っていうか、いつから先輩になったかも僕よく分かってないです。一方的にこうやっちが。そうです、ブログを書いてて、うんうん、で自分がいつ頃かな、2、3年ぐらい前から、はい、毎日読んでて、
はいはい、そう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 、あ、僕のブログを読んでくれてたんだよね最初は。そうです、あの接点としては一つとしては、そうです、そうです、その時は自分はその公的となところで商工会で職員やってたんですけど、うん、まあ気がつけばこんな感じに、ね、フリーになって、マーケティングを勉強しながら、そうですね、そうそうそう、やりながら、うん、なるほど。もやっちはその最初その、うん、ブログを見てる、はい、その3年前とか、はいはい、その時は自分のブログは書いてらっしゃったの？いや書いてないです、書いてないです。そうそう、その時はあのだから会員さんに売り上げに上がる事例につながる何かを探そうと思って、はい、マーケティング系のブログをめっちゃ読んでた時期があって、はいはいはい、そう、その中で勉強してたんだね。そう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 、なんか会員さんに紹介できる事例ないかなと、応用できる事例ないかなと思って探してた時に、そうそう、見つけて、そうそう、何を、僕のブログを、そうそう、なんか検索してたんだね。どんな感じの流れ、藤村先生のブログを読んでて、その流れ、エクスペリエンスマーケティングの、マーケティング、そうそう、藤村正弘先生のブログを読んでて、あ、これはもう会員さんに全然応用の効く事例もいっぱいあるしっていうので読んでて、定期的に読んでて、でだ坪井さんがその流れで出てきた時がなんか多分あったんですよ、うんうん、で坪井さんも読んでて、うんうん、なんか事例と紹介とかじゃないんですけど、はいはい、自分の経験をもう書いてらっしゃってて、うんうん、なんていうんですかね、だからリアルなんですよ、はい、とっても。っていうか、あのゴヤッチン、お前何喋ってるか、やっぱり分かんない。そうですか、よくかりてる。ちょっと見てますからね。だからあの打ち上げの時もそうでしたから、打ち上げてあのスタンバイの時もそうでしたからね。ですよね。関係が、なんか漫才じゃないですけど。ね、そのゴヤッチは今、じゃあフリー、はい、フリーなの？フリー、フリーです。フリーで何をやってる人なんですか？一応、まあ、コンサルタントで。あ、そうなの？そうです、そうです。あ、まあ、コンサルタントってね、うんうん、あの今日からコンサルタントですって言えば誰でも慣 れちゃうんですよ。あ、そうなんですか。そうです、そうです。免許とかは特にいらない。はい、僕はあの代表取締役無職のプー太郎って自分で言ってるんですけどね。そうです、そうです、はいはいはい、でね、プー太郎って言ってもいいんですけども、はい、ニートって言っちゃいけないんですって。でなんでかっていうとね、うんうん、ニートって言っていいのは34歳までなんですって、うん、あ、これ聞いたことあります。そうなんですよね。ニートと引きこもりとか、ね、まあまあまあ、なんかね、あるんですね、分類が。はい、そうです、そうです、うん、だからゴヤッチはまだいいんだよね。そうですね、私ニートじゃないよ。あれ使いはしますけど、ニートではない、まあ、なろうと思えばなれる。なれない、選択肢の一つとしてニートもあるっていう状態。自分したいっていう、そうそうそう、34万です。言い方っていうか、そうそう、言える気なるほどね。ありますよ、はい、ならないよ。ちょっと質問していいですか？誰に？僕に？坪井さんに。私にですね、はいはい、代表取締役までは、はい、普通に ね、まあ、ね、すごい方って思うんですけど、まあね、その後に無職と書かれてるんですよ、はい、これまたあの面白いストーリーがあると思うんですけど、あ、はい、どんな、いや、ですね、はい、これはですね、シャレでも何でもなくてですね、はい、本当に無職という形で、事業所届も出してなければですね、うん、1年間の、白色申告で確定申告も自分でやらさせていただいてると。これ3年ですね、経ったんですね。あ、はい、でなんで、無職になったかというの、3年前は何やってたかっていうとですね、名古屋市を中心とした、はい、リサイクルショップの、うん、経営をさせていただいてまして、でこれ10年ほどやっててですね、はい、株式上場の経験をさせていただいたんですね、はい、上場、はい、すごい、はい、まあ、私好きなことばっかり喋ってるもんですから、はい、まあ、今日は言いませんけど、はい、公の場で下ネタとかなんで言っちゃいけないんだっていうなるほどね、ええ、あ、なるほど。で実績を作ればですね、うんうん、何でもありなんじゃないかと思ったらですね、はいはいはい、株式上場という実績を作ったらもっと厳しいですね、規制の枠の中 になってみたら、はい、確かにそうですね、だから、まあ、できればですね、うん、私はお相手によって、はい、分かりやすい言葉、一番伝わりやすい言葉でいろんなことをお伝えしていきたいっていうふうに思ってるもんですから、時には下ネタもありだし、うん、例えばビジネスというのは恋愛と全く同じなんじゃないかっていう、うん、こういうフックをかけてお話をしたりしたいので、はいはい、それを言っちゃダメ、あれを言っちゃダメと言われるとですね、うん、もう嫌になってきてやめちゃったと。もういいや、はい、やめた途端に、まあまあ、さっきゴヤッチも言ってましたけど、ずっとですね10年近く書いていたブログを読まれてた方々からですね、はい、講演のご依頼ですとか、はい、セミナーのご依頼ですとか、はい、まあ、営業会議にちょっと入ってほしいとか、あ、そういうのもあるんですか。まあ、いわゆる一般でいうコンサルタン
ットというやつですかね、うん、はいはい、そういうご依頼がいろいろ来てですね、バタバタしながら3年、経ってしまったという、はい、なんかすごいですね。そうですね。そうですね。ただ無職じゃないですね。いやまあでも、これ僕がね、なんかやって、ニュースに出たらですね、坪井秀樹51歳、かっこ無職って必ず出ますから。じゃあ、事業として形になんかなってるような感じではない。そうです、そうです。だからそう、個人で動いて。仕事が依頼されてるだけで、そうです、そうです、ですから、時間給なのか日当給なのかというですね、一回一回の契約に基づいてですね、なるほど、はい、そうですよね、だからプロじゃない、はい、プロの野球でじゃないです、どうなんでしょうねこれね、そういう契約金みたいなもんですよね、はい、毎回毎回のというか、そうですね、そんな感じです、そんな感じですよね、はい、今回ゴヤアーチもですね、そういう形で、いいですよゴヤで、あ、ゴヤでいいの、よかった、もうなんかそう、なんかめっちゃ呼びにくそうだなと思いながらさっきから聞いてたけど、気使っていいです、いいです、全然ゴヤでいいです、そこはいいんだね、そうそう、ラフでいいです、僕ら逆に新鮮で面白いですか、いやなんかゴヤにねラフでいいですよとかね許可いただくとなんかムカつきますね、なんだぞっていうそう、なんか成り立ってます ね、 ねこの方いやーそんなもうおこがましい、どうですかね、あ、そう、石川さんどんなですか関係性とか、元々でもあれなんですよね、だから、お二人自体はどっちだったらゴヤが、まあ、ファンじゃないですけど、そう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 、そういう立ち位置、そういう立ち位置、そういうことですよね、そうです、そうそうそう、うん、ふーんって、でも実際ブログとかでコメントのやり取りから、はい、で実際にこう会うとかっていう流れでこう今なったんですか、それとも、うん、会うのはまた一人いまして、大分に久本さんっていう、はい、久本さん、うん、あ、とてもとても坪井さんのファンの方がいて、大分県の中津市にですね、はい、はい、ビジネスをされている女性の方がいらっしゃって、はい、まあ、その方も私のブログを読まれていたそうで、すごいですね、はい、でその方が主催するセミナーが大分であって、はいはい、自分がそれに行ったんですよ、親、はい、が来てくれたんだね、はいはいはい、そう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 、でそこからかな、うんうん、そこがですね、まあ、出会い、まあ、実際に出会ったの、まあ、でもね、はい、ゴヤ君はあれですよ、積極的にですね、はい、フェイスブックのメッセージで、はいはい、まず友達申請が来て、そうか、そうか、うん、だからね、彼の言ってることの記憶曖昧ですから、話半分以下ぐらいで聞いておいた方がいいですね、なるほど、あ、まあそうですね、最初は申請した人しました、で、まあ、すごく丁寧にですね、あ、丁寧なんですね、やっぱり、沖縄の、まあ、商工会、行っちゃっていいのかな、はい、商工会でお仕事してます、ゴヤ、うん、と申しますっていうことで、その時代なんですね、そうです、はい、最初からもで一度友達申請でこういった感じでごやっちがいろいろこう、うんうん、細かくというか挨拶、そうです、そうです、すごくね丁寧な挨拶で、こんなやつだと思わなかったんです、あ、そうですね、第一印象とやっぱ違いますよね、ちょうど3年すっげー頑張った、すっごい頑張った、頑張りましたよね、頑張りました、うん、3年か4年ぐらい前 でその1年後ぐらいに、先ほどお話が出た、中津市での講演があって、うん、でゴヤは来てくれたんですね、そこに、そうそうそう、沖縄からね来てくれたの実際に、行かしてもらって、で、そうそう、実際に会ったのはそこが最初です、うん、そこスタート、うん、そうそう、だから僕もねすごく真面目できちんとしたやつだと思って、うん、ウェルカムの体制で、はい、来ていただいたんですけどね、はい、今後悔してます、はい、なんで後悔してるんですか、なんとなく、なんかねダメらしい、なるほどで名刺を拝見させていただくとですね、ブログの、はい、坪井秀樹さんの企業実験日記って書かれてます。企業実験、そうですね。これ何か企業実験日記、ちょっと詳しく聞いていいですか。いや、ですから、はい、あれですよね。そのまあ何ていうの、資本主義のね、はいはい、構造がもう崩れてきて、で昔はさ、はい、ほら、僕は1965年生まれなんですけど、はい、僕らの時代ってね、ええ、なんで勉強しなきゃいけないのかっていうと、はい、勉強していい高校に行って、いい大学に行って、いい友達をたくさん作って、いい会社に就職をして、でまあ、年功序列がまだきちっと日本でできてた時代、まあ、特に本土ではできてた時代だったんで、だから勉強しなさいって言われてたし、大きいところに就職をして、ずっとそのまま順調に行くのが成功の一つの、まあ、しるべだったような時代ってありましたよね。はい、僕76年生まれなんで、はい、まだ僕もその辺ですですよね、はい、うん、だからなんで勉強しなきゃいけないのかって言ったら必ずそうやって言われるっていうか、まあ、多分親もそういうしかなかったんじゃないかな、はい、そうですね、もう僕もた当時は学生の頃は、はい、そのままで行ったんですよ、あ、そういうもんなんだですよね、うん、そうです、はい、だからその既成概念ってすごく怖くって、そうですね、今思うんですけど、うん、はい、だからまあ私もですね、大学を東京に行かせていただいて、
まあでもやってたことはですね、あのアルバイトと学生プロレスみたいなそういうバカなことばっかり学生プロレスあのやらさせていただいててですね、で、まあ、就職をするんですけども、当時ですね、花形と呼ばれてた企業は、じゃあ今どうなってるかっていうとですね、あの結構ズタズタだったり大変だったりするんですね、現在そうですね、だからその成功定義とは一体どういうことなのか、そこは個人に帰属するんじゃないか、誰もが自分の人生生きていいんじゃないかっていうことで、口で言ってるだけではダメなので、株式上場した立場を放り出してですね、プータロになってどこまでいけるのかということを実験をしながらモルモットになりながら進んでいこうという意を込めて代表取締役無職企業実験日記だから実験なんですね、企業はね、立ち上げる企業、そうですそうです、今ですねリスナーさんからですね、プロレス実況に期待って書かれてます、全国3000万人のすごい FM ギノファンさんの皆様こんにちは、本日はここ FM ギノワン特設会場特設リングより実況生中継でごやっちイベント三角の模様全国31局ネットを結んでお伝えをしてまいります、言語道断横断歩道七黒部屋置八面八臂田中らばた持ちのれんに腕押し、どんな言葉を使ってもこの感動と興奮を表すことはできません、ああこの後ごやっちと私の運命はローマの果てかエベレスト山の頂上か、はたまた海に沈むノーチラス号の化石と化してしまうのでありましょうか、ああごやっちの運命はいかに、これぐらいはできます、これぐらいはできます、すごい、坪井先輩ですね、僕は、あの学生プロレスを学生時代やってたっていう時に、実況中継もやらせていただいてて、でそれでですね、あの実は就職活動は、いろんなラジオ局さんからとかですね、アナウンサーになってみないかっていうお呼びがかかってですね、受けたら全部落ちたんです、全部落ちたんですか、今ですね、リスナーさん喜んであざまーす最高ですって言ってます、しかも県外の方から、なるほど、県外の方、ありがとうございます、県外の方から、もうコメント結構来てくれるんでね、今ちょっとあの、カンペが入りましたけど、ブログはね企業実験日記からですね、今ですねなんだっけワードプレス、アメブロからワードプレスに、衣替えをしまして、で今ですね、理由なき反抗期というですね、あのジェームス・ディーンとかスティーブ・マックイーンが大好きで、ジェームス・ディーンの映画で理由なき反抗っていうのがありますよね、で僕の場合は理由なき反抗期、反抗期がずっと続いてるだけなんだと、そういう反抗期、そうですね、今ごやつさんがですねカメラに向かってブログの、名称と、あとはあの URL の方ですね、見せてますので見えますかリスナーさん、今の素敵な、そうですね、坪井さんの実況の方もいろいろまたもうねコメントとかね、やってくれたらありがたいです、ありがたいですね、まあでもこの、あのブログをですね見ていただいてもですね、別に勉強にも何にもなりません、くったらないことばっかり書いてますから、あっさりなんですけど、ありがとうございます、いやいや、とはいえね、だってブログを見て、おいごやっちとか、あのさっき言った九州の方でしたっけ、そう、そういうやっぱりいらっしゃって、すごいいいなと僕は、あのブログ僕も書いてて、6年ぐらい書いてるんですけど、毎回やってて、まあ特にそういう企業とかじゃなくて、本当に日記的なものというか、あるんですけど、いやなかなかね、やっぱこういうのね、コメントとかもつかないですし、ましてこうやってリアルっていうか、こう実際会って、またこう広がっていくっていうのはなかなか難しいっていうのがある、分かってるので、ああ、なるほど、そう。よっぽどすごいやっぱブログというか、反響大きいブログだったんだろうなって感じがして、まあ、どうなるか聞いてましたけどね。小林さん、どうですか、最初、坪井さんのブログを見た時のその感動したんですか、感動、そうそうです、だから自分はそのスタンスとして、売れる事例を探そうっていうテンションで見てて。でその中で多分ランキングに入ってたのを上から順に見てって、だから藤村先生もそこに行って、で、松越さんでその時の、ね、事例が売れる仕組みとかじゃなくて、嫌な人から仕事の依頼が来たから、ふっかけて断ったっていうお前、本当ね印象悪くなるね、そういう風に集約されるとね断るってことですね、逆にそれができるのは僕すごいなって思ってやっぱね自信があるからっていうのもありますね、なかなかね、いやいや、まあでもね、あのあれですね、あのほら社会に出るとね、もちろん誰もがねやりたいことをやりたい人と楽しくやりたいっていう気持ちはあるけれども、でもさもう片方で、社会っていうのは現実との戦い、例えば、売上の数字だとかね、顧客を増やすとか、こういったことの戦いになるわけじゃないですか、
でやっぱりその株式上場に向かっていく途中っていうのは、うん、言った通りに数字を着地を全てさせなきゃいけないっていう、これがもうきつかったんだよ。だからでも信用みたいな社会的な信用ですね、はい、いいですね上場したって、まあ、あれはいい経験を、まあ、あのもちろん僕の力だけではないです、はいはい、あのそれはあの当時の役員の皆さん、うん、会長社長、僕は、まあ、上場するときはいくらなんでもこんなやつを社長のままにしとくわけにいかないということで副社長という立場になってたんですけど、すごい何を、ね、言い出すかわからないという、あはい、行っちゃうんですかガンガン、まあ行きますよね、行きますよね、楽しいお店を作りたいってこう言うじゃないですか、はい、だけど上場っていうのはそれ通じないんですね、いくらで、いくらの売り上げでいくらの経常利益で、はい、何店舗出したとこういうことでしか表現されないので、はい、これがねもう嫌になりましたね、はい、逆にその上場する前の良さっていうのはあれどんな感じですか。ね、はい、上場する前はその10年前に立ち上げたって言いましたけど、はい、その前はですね私実は家業お家の商売が傘屋さんでして、はいはい、傘雨傘とか日傘とかってありますよね、はい、あれのね50年ぐらいやってる歴史のある会社の 3代目で生まれてるんですね。3代目、はい、後継者です。後継者として、まあ、僕はあのこの世に生まれてきてて、でそこをね、まあ、わけあって廃業するんです。まあまあ、これはもう立ち行かないということで辞めるんですけどもね。でその、立ち上げるときに、今度こそ自分の大好きなものをたくさん並べて大好きな人たちと大好きなことだけしていきたいっていうことだけをキーにして起業し始めたんですね、はい、なるほど、はい、でその時はもうめちゃくちゃでした、はい、ただまあどこもかしこも同じようなお店ばっかりの時に、はい、それが結構ですね、はい、愛知県名古屋の間ではまあ個性化、はい、人から見るとですね非常にこう突き抜けたように見えて、はい、でまあ徐々に知名度が上がっていった、うんうんうん、出店も増えていった、採用する方も増えていったということで、だからあれじゃないですか今日のテーマのですね、はい、多分ごやっちもいつも言ってると思いますけど、はい、大好きなことを諦めるなっていうのはですね、はい、まあ、そういうふうにこうその実際のビジネスとリンクがかかっていくと、あのとっても分かりやすいんじゃないかなと思う。そうですね、やっぱり、はい、すごいですね、大好きなことを諦めるな、そうですね、実体験を出されてる方の言葉なんで、うん、そうそう、俺よりすごく説得力あるじゃないですか、はい、うん、これね難しいんですよねあの笠谷をですね廃業した時も同じ無職のプータロになるんですね、はい、今とほとんど一緒、言ってることは変わらないんですけど、周りの経営者勉強会の皆さんはですね、はい、そういう夢みたいなことを言ってるからお前は廃業するんだって言われるんですね、その当時は、で今ですね私がこういうお話をするとですね、はい、やっぱり上場まで経験した人は違うねって言われるんです。言ってることは一緒、同じなんです、大筋は同じなんですよ、はいはい、ビジネスとはどうあるべきかとか、これからこういう価値を社会に届けていきたいみたいなことを話をするとですね、あの言ってること同じなんだけど実績が変わるだけで周りの評価変わってくるって、この現実もやっぱりね あったりするんですね。実体験もされたんですね、勉強になりますね。いやいや、そんなことないです、自分ブランドじゃないですけど、はいはい、同じこと言っても、はい、その自分の中に今そのブランドっていうのがない時とある時でこの言葉の力が違う、違いますよね、まさにそれを経験されたと、だからこんなもんだなとも思うし、だから大切なんだなとも思うしですね。そうですね、はい、だからね、人間人様って単純なんですね。そう思いますそんな程度だなっていうふうに思いますよ、そういう意味ではそれを逆に利用して本当に資格とかをバンバン取って、うん、使うことが別としても、うん、持ってるとそれだけも多分ビジネスとして大事とかに思ってますよ。コンサルなんかコンサルトじゃないですけど、うん、セミナー開いて、うん、いろんな資格の中からバンバンできるのかなっていう、で肩書きもいっぱい持ってるから、うん、なんかすごいなっていう、あ、そういうのにも、まあ、100個とか200個持つとですね、うん、はい、いいかもしれませんね。100、200個より飛び抜けてる、あ、なるほど、たくさん取ってるっていう意味で、例えばでもなんか1個資格を取ってもですね、うん、その資格を持ってる人がもう世の中に5万といらっしゃるんで、それは価値になりにくい時代になってるっていう、うん、なるほど、はい、弁護士も今は大変らしいよね。どう大変なんですか。いや、普通に年収200万とかザラらしい。弁護士さん、まあ、弁護士とか昔はやっぱりだ取っただけで儲かるっていうのは、うん、今はない、あの弁護士さんとかね、歯医者さんとかね、はい、あのすごくお金持ちのイメージでもなっただけでも将来約束されたような印象あったじゃないですか、はい、そうですね、もう社会の中で選ばれた人たちみたいなね、エリートというか、はい、ところがですね、あのビジネスっていうのは、あの能力が高いか低いかとかいい商品かどうかよりも、うん、需要と供給のバランスだけなんですね、なるほど、あの
買いたい人が売ってる人よりも多ければ、はい、これはね、あの売れます。なるほど、はい、そうですね、欲しい人がいる、はい、これが逆になると、あの選ばれる、はい、わけですよね。売ってる側が何をあなたのところで買いに行くと私のメリットあるんですか、うん、っていうことになってくると、はい、このですね、売れる売れないのスピードがもう昨今ものすごく速くなってるっていう、じゃすぐ供給型になるってことですか。そうです、どのビジネスでも、だから1個だけじゃっていうですね。まあ、あの戦後ですね、はい、日本は豊かになろうとすることで物があることが豊かだったっていう時代は確実にあるじゃないですか、はい、まあでも物がもう循環され、もう一通り回ってですね、物があることにその幸せを感じられなくなってる時代でもありますよね。成熟社会に変わって、そうです、はいはい、でそうなった時に、何で選ばれる時代になるのかっていうことをですね、あの、まあ、一生懸命考えながらですね、はい、プロレスのリングの上とか実況中継をやりながらですねいかにビジネスに絡めていくかとそこにチャレンジをしているわけですね。いや、そこに着地したんだって思いました。なるほどって思いましたあ、ここでですね、一旦、音楽と CM をおかけしてからまた後半ね、行きたいなと思っておりますけれども、はい、今回はですね CD の方、私の方でご用意させていただきました、はい、なので一旦こちらで CD おかけ、あ、音楽のおかけしましてから、また CM の後続きをお話ししていきたいと思います。はい、今回おかけする曲は何でしょう。こちらですね、バンプオブチキンですね。お、はい、ではお聞きください。どうぞ。バンプオブチキンで天体観測。おいいですね。全然アニソンじゃないじゃないですか今はね。
さあということでございまして、本音ラジオ時刻は4時33分を回りました。はい、はい、さあこちらここから後半ということで、はい、はい、またお話の方続きいなと思っているんですけれども、はい、これはそもそも1時間番組、はい、1時間番組、ね、それすらもごやっちから聞いてないという、あひどい依頼です、ね、おっとちょっとなんか連絡が行ってなかったということですね。そうなんですね、ワンミニッツじゃね、1時間ワンアワーワンミニッツ1分だよ。ごやっち今ちょっとなんかね今タジタジモードに入ってますけども、でもなんかごやっちはすごい方なんでしょ、この沖縄の、はい、マーケティング、いや、え、違う、怖い、マーケティングの巨人です。坪井さんからすごい方と言われるほどでは絶対ないです。天童さんどんな感じですかね、うん、どんな感じなんですか、はい、すごい方なんですかね。そうです、学生のカリスマっていう、はあ、学生のカリスマではない、学生の方でお話ししたらみんな惚れるっていう、そういうカリスマを兼ね備えた。今日はパパなんで、はい、ね、そうです、午前中は入園式で、あ、入園、あ、それで今日スーツ、そうそうそう、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 お父さんもされてるんでね、それまあ大変だね。あ、そうなんですよ、なんか家庭との両立とか、はい、お仕事を、ですね、はい、まあ、こう見えてというか、まあ、ラジオなんで見えてないと思うんですけど、はい、51歳でですね、一応嫁さんは一人いまして、お、はい、51歳の、ですね、大学生になろうとしてる娘と高校生になった息子と、一応、おります。お二人さんに大変なんですよ、これが多感な時期じゃないですか、また、ね、大学生、まあ、お金ばっかり使いますしね。お家帰ったら会話とかも、ね、ほとんどね、うん、まあ、地元は名古屋なんですけども、はい、ほとんどもうこの立場になってから全国あっちこっち行かせていただいててですね、うん、昨日は石川県、石川県、一昨日まで石川県の方で、まあ、ある研修のお手伝い、あ、エクスペリエンスマーケティングの研修のお手伝いをさせていただいて、うん、はい、で今日沖縄ですね。どうですか、温度差ってまだ全然、やっぱこっち沖縄に比べたら全然寒いですか。沖縄はね、やっぱり沖縄に来ると、うん、独特の沖縄の気候をやっぱり思い出しますよね。そうなんですね、はい、で石川県に行くとやっぱり石川県の、肌の感じがするというですね、はい、はい、はい、そうですね、その温度差も聞きたいんですけど、はい、うん、その企業に対しての温度差っていうのありますか。企業に対しての温度差、はい、いろいろ回ってて、県外いろいろ回って、沖縄はどんな感じなんですか。ね、僕は良くも悪くもね、のんびりされてる、良くも悪くもね、それが文化だし風土だと思うんですけども、うん、はい、例えばですね、僕らの仲間内で、はい、沖縄で活躍されてる、コンサルタントの方もいるんですけどね、はい、彼らからよく聞く話はね、はい、開始だいたい5分前だと、はい、今日30名の皆さんが、セミナーや講演聞きに来てくれるっていう予定なんだけど、はい、まだ0人ですっていう風に、Facebook に上がったりして、はい、開始1分前でも来てなくて、開始2分後ぐらいにだいたい3分の1ぐらい揃い出しましたみたいなのをリアルにこう、SNS 上げてくれる人なんかいたりするんですね。それは時間帯の、すごくね、普通なんだっていう、うん、あ、はいはい、沖縄っていうのはそれが普通なんだよっていうことを、うちのタイムじゃないですけど、そうですね、はい、そう、そうなんです、その、うん、だから今日びっくりしたんです、4時にきちんとね、ラジオが始まったんで、こういう公の電波は普通に ラジオだけはちょっと遅刻できないんで、はい、事故になりかねないっていう、探すとこ行かないとっていうところなんですけど、まあでもうちのあたりも多いですからね、沖縄はのんびり、まあいい意味でも、はい、悪い意味でものんびりなんで、はい、それはね、各地に行かせていただくと、はいはい、そこのやっぱり土地土地の文化とか風土とか歴史っていうのは、はい、脈々と人が作り上げていて、うんうん、企業もやっぱり人が作り上げてるんだなっていうのをね、はい、この3年間の間で随分と肌身で教えられました、はい、だから楽しいですね、すごく。あ、本当ですか、じゃあ全国回っているような感じな、そうですね、おかげさまであちこちからお呼びをいただいて、うん、まあさっきブログの話が出ましたけども、はいはい、まあ、特にですね、事業の方とかですね、はい、個人で勝ち上がりたい方っていうのはですね、うん、やっぱり昔は地域でしか情報がなかったんですけども、うん、どんどんですね、うん、情報発信をして、うん、皆さんに価値を知っていただくっていう活動をねされると僕はいいなというふうに思うんですけどもね、うんうん、発信するインフラも整っている状況です、ね、そうですよね、だってこれあれですよね、はい、ツイキャスト今ストリームで出てるんですよね、そうです、 FM ギノワさんの独自ですね、地域ラジオまた沖縄結構多いですからね、はい、うん、やっぱこういうな
形が多いですね。ユーストを使って、はい、ラジオだけじゃなくっていう、うん、はい、動画も配信してる。ですよね。はい、だからあの小屋もだって本土の方に行くんでしょ、仕事で、はい、嵐に行くんでしょ。嵐に行きます。嵐に行くんですか。行きました行きました。2月。1月2月嵐に行ってましたね。行きました。はい、そうそう。でお金落として帰ってくる。お金落として帰ってくる。キャッチ&リリース。すごいさ、あの個人的にですね、私企業に対して全然、まあ、無知に近いんですけど、はいはいはい、あの私の一つの願いがあります、はあ、沖縄出身というか、はあ、沖縄から、うん、あのまた世界に通用する企業っていうのを、はあ、出てほしいんですよね。なるほどね。今ですね、うん、まだ全然わからないんですけど、うん、結構沖縄の文化とか、うん、あと自然がすごい、うん、すごいいい沖縄のあのまあ、ものがあるんですけど、うん、結構県外の方が、うん、あ、それを観点見つけて沖縄のいいところ見つけて、うん、あの外に出してるのはよく聞くんですけど、はい、沖縄出身、沖縄からっていうのはまだ少ないのかなって思うんですけど、あのね、それがすごくね、大きいポイントで、これは試験ですけれども、うん、沖縄だけではなくてですね、日本全国どこに行っても、うん、私は名古屋の出身ですよね、うんうん、だから沖縄はもちろん、九州に行ってもですね、本土の中の他府県に行っても、うん、北海道に行ってもですね、うん、その人たちが自分の中の日常で普通だと思っていることが、うん、こちらからするとものすごく新鮮で斬新で非日常で楽しいことだ、大きな価値があるっていう、うん、あのそこに気づいたりするんですね、うん、で、まあ、沖縄の方はこれが普通じゃないですか。そうですね、うん、だけどね、私もう あれです、今58号線でしたっけ、はい、ここに来るまで空港から、はい、あそこに、もう皆さんきっと見慣れているであろうですね、うん、昔のまだバタ臭い頃の名残がある、うん、はい、沖縄の建物の、もう今、使ってないような建物の中にものすごいですね、僕ら あのそっと当時の看板のがまだ残ってたりとかですね、ちょっとアメリカの頃に入ったような。そうです、そうです、はい、僕なんかもうあの1950年代から60年代のアメリカかぶれの人間ですから。なるほど。すごくそういうのに憧れがあって、やはりすごく憧れであるし新鮮であるし、はあ、同じ日本の地とはやっぱり思えないっていうかね、はあ、うん、例えばだから僕らでも分かりやすいあれで言うと金町ですよね、うん、金町のところはタコライスの発祥の地なので、はいはい、あちらの方はもう本当にそういった感じの、はいはい、今少しきれいになっちゃってるんですけど、うんうん、まだ残ってると思います。なるほど、ね、その下町みたいなのが、はい、外国とかアメリカ、うん、はい、の時チャタン町ぐらいもありますよね、たぶん。あ、そうです。宇宙屋さんとか、ね、アメリカの方が経営したり、そうですね、あの辺も少し残ってる、うん、あとはね、本土の方で、ご挨拶して、あ、この方沖縄の方かなと思うとですね、やっぱり沖縄ですっていう、うん、やっぱりあの顔がとっても、ね、なんていうのかな、濃いっていうかね、僕はね、すごく親しみやすいっていうか、うん、もうこれは完全に有利だななんて思ったりするんですよね。ありがとうございます。親しみやすい。そうなんですね。あるある、それはありますよ。話しかけやすいという、はい、優しそうだし、でも実際に優しいし緩いじゃないですか。あ、感じが、そうですね、まあいい意味でね、はい、うん、そう、ありがたいですね、そうやって言ってもらえる、うん、だからどうしてもね、企業の発信っていうとですね、自分ところの売っているサービスとか商品のことだけを言いたがりますよね。あ、なるほど、はい、これ、ね、さっきも言ったようにですね、どこももう同じようなことやってますから、はい、なるほど、そこにはですね、もうあまり価値がない時代になってきてると、はい、そうするとどこに価値があるかというと、自分の大好きなことだとか、うん、趣味とか思考とか、なるほど、日常とかね、気候とか、はい、そういったことにね、僕はものすごくこれから あの大きな大きな価値、独自性というのが生まれるんじゃないかと。ただ、はい、当の本人にとっては当たり前だから、うん、気づかないんですよね、これが。本人は気づかないんですよね、当たり前すぎて、うん、どうやったら気づくきっかけになりますかね。まあ、のセミナー、嘘、何でもない、なんだよそれ。何でもない、いや、セミナーの宣伝しようかなと思って、セミナーやったら価値をなんか生むというか、まあ、そういう話、見つけるっていう、でも今いい流れでしたね。そうね、自然とね、打ち合わせなしでいい流れで、今ね、でしたね。でも本当気になるんですよ、やっぱ当たり前のことを気づくきっかけ、景気はどこで生まれたらいいのかな、うん、僕は、どう思うかっていうと、自分とは全く違う人たちと積極的に関わっていくと、はい、うん、相手から見たら違い、相手からの違いが独自性のヒントですから、うん、いつもいつも同じ人と関わってるんではなくて、いろんな人と関わると楽ではありますけどね、楽、はい、確かにね、楽なんですよ、うん、もう一個踏み込むという、そうなんです、はい、
苦手な人に行く必要はないんですけど、はい、別に嫌いなやつとね、ヘラヘラ付き合う必要はないんですよ。人間なんだから無理しない関係で興味があって、なおかつでもちょっと踏み込んだとこないんだから、ドキドキぐらいがあるところにいいですね、踏み込むと、はい、まあ、だからあの私なんか小屋にですね、イケシャシャと好き放題むちゃくちゃ言うんですけども、あのこれはですね、反対側で言うとですね、まあ、愛情というふうに受け取っていただくとですね大変私も嬉しいかなという。なるほど。だから坪井さんとイベントやるってめっちゃ緊張するし、なんだろう、緊張って言ってましたね、緊張っていう、ね、すごい緊張してますね、緊張の一個上です、うん、なんだよ明日本番の前のこの時点でもちょっとね、うん、そういう状況ですからね、うんうん、でもそうだから本当は家で寝てたいんですよ、うん、安排が大好きだから、明日打たれまくるのかな、いつもの状況、いつもの場所、いつものこと居心地がいいからね、いいから、うん、でもそれをやっているとどんどん格好悪くなっていくのも自分が分かるから、自分もそうだし、多分この人は毎日ずっと同じこと変わらないことを続けてきたんだろうなっていう人もちょっと見た、うん、だから 前の職業がその、うん、公的機関と関わることが多かったから、なんでだろう、公務員って首がないじゃないですか、うん、だから別に仕事やらなかったらやらないっていう選択肢をずっと続けれる職業なんですよ、うん、で、うん、それは、うん、いいんだけど、うん、ただ俺から見た時に、うん、あれを子供に見せたいかなって思った時に、親っちゅう中で、そう、うん、本音が出ます、俺は嫌だなと思った、なるほど、なるほど、うん、だからそうやめたり、だからやめたからには、うん、めっちゃ緊張するし、うん、まあね、あれだけど増井さんにもちょっと来ていただけますか、うん、みたいな交渉もするし、ね、だってすごく勇気のいることですからね、超勇気がいるよ、超勇気、確かに憧れの人であればあるそうそう、でまた知ってますもんね、この人なりのブログで見てるか、やっぱこういうことなんだなって、そうそうそう、で、自分がやるのは早いっていうのはもう100も承知ですよ、1000も承知、まあも承知だけど、自分の状況を把握した上でそれでも踏み込むかっていうところですね、そこで止める人もいれば、うん、行く人もいる、そう、まあ、だからでそういう話をね、はいはい、あのゴヤ君がするじゃないですか、ですごくウェルカムでね、沖縄空港に迎えに来てくれたと思ったら、はいはいはい、荷物をですね、ゴヤが乗ってきた車に入れようとしたらですね、はいはい、もうゴミ丸けてですね、荷物が入らないというぐらいの、入園式との、ね、空港との時間が意外となかった、一回家に寄って降ろすつもりだったのが、なるほど、憧れて緊張して逆に緊張してるのに、ね、一周しちゃったみたいな坪井さんがちょっと恨め恨め、全部恨め、なるほど、坪井さんだからいいからっていうことでは決してないそういうことじゃないね、まあまあでもね、あのすごいお手本になるっていうか、自分をサンプルにしてね、はい、32歳でしょ、はい、結婚もされてて子供も生まれたところで、はい、言ってみれば安定したステージを捨ててですね、飛び出るっていうのはこれはね、そう、みんながやりたいけど、はい、自分ではやりたくないことなんですよ、そうそうそう、周囲の声とかありますもんね、ですよね、はい、うん、あのご両親とか何も言わなかった、なんか悪いんだお前よく悪くはない、いやでもね、うん、あの自分の両親、まあ、父親、うんうん、まあ、母親はあんまり肯定的だよね、あの公務員、うん、もう一回戻れと、こっちの市役所やってるよとか、気持ちも分かります、そうだよね、お母さんは作りそうかもしれないですね、お父さんは自分で建設業の2代目やってるんですけど、そうなんですね、お父さんはどっちかというとなんかいろんな世界見てほしいみたいな感じ、なるほどなるほど、やっぱ、うん、そこはやっぱ男性っていうところもあるんですかね、うんうん、そうそう、で本音ラジオだから、うん、あれ言うけど、だからボンボンなんですよ、あ、ゴヤはね、そうそう、だからボンボンっていう、だ最悪、うんうん、娘は野垂れ死なんと、うん、なるほどねお前だけ野垂れ死ぬんだ、だから、そうだから、はあ、それはね、多くの皆さんが賛成すると思います、賛同するあ、ボンボンってどんな気持ちなんですか、ボンボンってどんな気持ちいや、なんかね、焦る気ありますか、なんか面白い、じゃあ焦る気ってあるのかなみたいな、ちょっと待って、一回ですね、ごめんなさい、もう一曲ここで CM とか聞かなきゃいけないんで、じゃあボンボンってどんな気持ちかを、じゃあ結構ね、時間もね、語る方10分ないんですよ、もう、ね、はい、はい、もうちょっと CD とあの音楽だけかけますね、あー、CM かけますね、はい、すいません、バタ足でいただいていただきます、いえいえ、はい、こちらはですね、また、私の方からご紹介させていただきます、はい、アニメランポキタンの、より、オープニングテーマ雨ざらしでスピードと摩擦、
ということでございまして、本音ラジオ、時刻は4時51分を回りました、はい、あっという間でございますけれども、あっという間ですね、はい、楽しくて仕方ないですね。残り4分弱となりましたね、うんうん、はい、じゃあ CM 前に聞かれたボンボンとはどういう気持ちなのかっていうところを喋ろうと思うんですけど、まあボンボンっていうのは自覚はしてるんですよ、はいはいはい、まあなんだろう、親の会社はあるのは分かってる、うんうんうん、でもそこに入るのって俺はなんかかっこ悪いなっていうのがすごく思ってて、だって、うんうん、何も能力なんだろう、はいはい、ポンコツでも入れるんですよ、まあ、能力高くても入れるけど、あ、はいはいはい、そのなんだろう、グレーじゃないですか、判断されないじゃないですか、世のなんか自分でも、はいはい、こう継ぐっていうことでっていうんですか、そうだから、それがなんかね、うんうん、気持ち悪い、なんだろうね、かっこ悪いっていうか、まあまあそうですね、うん、自分の中でそれが強かった、働くっていうのすら乗っかっていいのみたいな、そうか、まあね、生まれてきただけで実は社会的に無価値なんじゃないかっていうね、憂いとは、後継者はね、あの、戦うと思いますよ。なるほど、現状と自分の求めてるものというか、はい、で自分は、まあ、長男じゃなくて次男だったから、まあ、長男は入るっていうなんか感じで、もう、まあ、高校も、はい、まあ、専門学校も取ってたんだけど、自分はもうなるべく範囲広くしようと思って普通校に進んで、そうそう、大学もなんか応用の効くような学科に行って、でも自分が何もできないっていうのは自覚してるから、すごく社会に対して恐怖はありました。そうなんですね。あった、ありました。実際に社会に出てまた違いました。違いましたね、違いました。だから自分が価値がないと思ってたことに本当に価値がないことはないし、まあ、やればどうにかなる部分もある、ならない部分もあるよ、でもやってみないとわからないよね、っていうところ。なるほど、まあ、まとめとしては訳がわからない。あれなんで超わかっもう超ざっくり。そうそう、だからざっくりになるんですよ、結局やってみたらっていうことになっちゃうんで、まあ、やってみたらっていうのがメッセージ、ね、意味がわかったでしょうか。はい、ね、確かにそうです、ね、まあ、僕は分かんなかったです。そうですね、あの、坪井さん、あの、もう時間もあと少しという形なのでですね、うん、まあ、リスナーさん含め聞いてる方に最後にメッセージ伝えたいことあれば、はいはい、お願いします。今目の前であることをね、全力で一回やってみてください、うん、全力で一回目の前のことをやってみる、こういう人に道は開けると思います。それがやりたいことでなくてもですか、うん、あの、見つかると思います。その姿勢をいつも誰かがどっかで見てます。それを信じれるかどうかでしょうね、はい、新しいことを仮にやっても全力でできない人はね、やっぱり、あの、落ちていきます。僕はそう思います ね、 なるほどね。だから僕もゴヤ君と一緒に明日セミナーやるのは嫌ですけど、全力でやるわけですから。なるほど、そうそう、ね、きっと誰かが見てますから。力強い。それをやり、そうそうそう、最後に素敵なお言葉ありがとうございます。いやー、どうでしたか今日は、ごやっちまずごやっち、ね、いや、俺は楽しかったですよ、ね、今日企画、うん、子供たちに何かためになればと、そうです、特に今回のごやっちの話は初めてかもしれないですよ。あ、そうなんだ、今日は話した、うん、そこまでの、あとごやっちさんがこういう、うん、なんか下からなごやっち初めて、あ、いつもじゃあ上からなんですよ。なんか違うな、なんか悪い方に行って、なんかどんどん超悪い方に行って飛ばしていきますね。まあでもね、変化さえないから、あの、こういうね、あの、挑んでくる若者が多い、はい、あの、っていうのはすごく可能性あると思いますよ。上からとかで、あの、なんか挑んでこう、挑んでこうって、チャレンジャー側のっていう、そう、なんかいつも教えてくださる立場なので、教えてくださる、ね、そう、僕らは、はい、一緒になんか追いかける感じ、考え方とか捉え方っていうのはやっぱりいろいろやっぱ知ってらっしゃるので、はいはいはい、そういうのをラジオで言っていただける、違う一面を見つけましたね。まあ、こういうね、うん、後から追いかけていこうとする若者は、うん、責任を持って潰しておきますから、私は。はい、いやー、一生懸命来る人には一生懸命ぶつかるっていうですね、やっぱりね、情熱には情熱で返したいですからね。素晴らしいですね。はい、さあ、といったわけで、はい、お時間の方も20秒切りましたね、はい、あっという間でしたけれども、本音ラジオは、また来週も、来週は5時から放送します。今日4時からだったんで失礼しました。すみませんね、1時間。それでは皆さん、はい、さようなら、さようなら、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございます。